一方、最新のガソリン価格が今日発表されました。石油情報センターによりますと、おととい時点の県内のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットル当たり 178.1 円でした。2週連続で178円台の高値水準となっています。高値となっていることについて石油情報センターは、ガソリンなど燃料価格の負担軽減策として国が給付している補助金の補助率が先月から段階的に引き下げられていることなどが要因と分析しています。来週も値上げの見通しで、家計に厳しい状況が続きそうです。